こんにちは、カンヌです。今日はですね、本染めを作った時の価格、これについて説明させていただきたいと思います。本染めはですね、型を作る時も染める時も全部手作業です。全部手作業で作ります、これもですね。なので、やっぱりシンプルな方が安いんですよね。シンプルなが安くできます。白場に、染料も少ないシンプルな中染、注ぎ染めの場合はやっぱり一番安いです。その次に全体にやっぱり柄のある、これやっぱ型代も若干高くなりますね。で、染め地も高くなります。もっと高いのがこういった形ですね。初めに赤で染めてから、その後に黒で染める、二度染めっていうんですけどもね、クレアの中線っていう形です。で、これにするともっと高くなります。まあ2回染めることになりますからね。当然こういったところの型も高くなりますので、全体的に高価になるということですね。まあ言えば、大中小ですね。価格も大中小になるということですね。大体どうでしょうね、300円以上は最低でも大体するものもありますからね。まあロットとかその辺のことになりますので、その辺はもう色のことでも、色でも値段変わっていたりしますので、よく担当者に聞いてみてください。